第4回米州首脳会議に出席した各国首脳米州首脳会議はアメリカ州諸国の首脳が参加するサミットである。キューバは民主主義国でないとして初開催から排除され続けてきたが2015年にようやく調整された。米州機構が主導する複数の多国間会合から構成される。1990年代初頭。 それまで随時開催されてきた首脳会合は民主主義と自由貿易の原則に基づく米州首脳会議として定例化された。最もメディアの注目を集めた首脳会議はケベックシティで開かれた第3回とマルデルプラタで開かれた第4回だった。両者とも大きな反、グローバリゼーション及び反米州自由貿易地域の抗議活動とそれに、 伴う警察の取り締まりを誘発した。第6回では、キューバの参加資格をめぐって、アメリカ合衆国と米州ボリバル同盟参加諸国が対立。キューバ調整案は、圧倒的多数で賛同を受けたがアメリカが拒否権を行使したので、最終文書さえ採択できなかった。第7回ではキューバが、初めて調整された。2014年6月、 米州気候総会の際に開かれたサミット実施検討グループの会合においてホスト国であるパナマが提案。反対したのがアメリカのみであったため。その後2014年12月にアメリカとキューバが国交正常化交渉の開始を発表したため、第7回会議の会場ではバラク・オバマ大統領とラウル・カストロ国家、評議会議長による59年ぶりの米、 キュー場所の会談が行われた。ありがとうございます。